はい、ではですね、早速ですけれども、まあ、5分から10分ぐらいで簡単に説明させていただきたいと思うんですけれども、早速ですけれども、こちらの猿、何猿だか、わかります答えられます。テナガザル、なんとかテナガザル。すごい、ね。正解は白手テナガザル。白手テナガザル。ではなんで白手テナガザルっていう名前なのかっていうところから簡単に説明します。手先をよく見てみてください。手の先ですね。手の先の甲の、まあ、手の甲の毛の色、あと足の先もそうなんですけども、毛の色が白いのが分かりますかね。あそこから名前の由来が来ています。白い手をした手の長い先ということで、白手テナガザル。手が白いから白手テナガザルですね。ですので、あの体全体もちょっと白っぽいんですけれども、あの全体の色は関係ございません。手先の色です。ですので、同じ白手テナガザルでも体の毛の色が茶色い子も中にはいたりとか、あと黒い子もいます。ただみんな共通するのが、手と足の先の毛の色が白いので、白手テナガザルと言いますね。ですので、これすごい大事なポイントですよね。あのよく皆さんですね、体の色が白っぽいので、白手テナガザルだと思われる方が多いです。手先が白いので白手テナガザルですね。で、もう一つですね、とても大きな特徴がございます。まあ、名前の通り腕が長いのもそうなんですけれども、何かが足りない何か分かります？何か足りない気がしませんでしょうか？頭の中でこう猿をこうちょっとイメージした時に、その頭の中でイメージした猿とこの白手テナガザルを見比べてみて、あれ何かちょっと違うなっていうところが、手足はちゃんと4本ですね。あ、いいところに来ます。そうですね、今ちょっと座ってるんであれですけど、尻尾ないのかなと思う。はい、そうです、尻尾があります。座ってるまでちょっと分かりづらいですけども、この白手テナガザルは尻尾のない猿ね。で、あの猿って大体220種類ぐらい全部でいるんですけれども、そのうち尻尾のない猿っていうのが20種類だけです。このうちの人ですね。すごいな、他に。で、他にじゃあ尻尾のない猿でどういったのがいるかというと、チンパンジーとか、ね、ゴリラとか、オランウータンなんかも尻尾がないです、ね。で、こういう尻尾のない猿のことをですね、まあ、俗にですけど、類人猿という、ね。類人猿、聞いたことあると思います。その猿の中でも人に近い猿です。ですので、この白手テナガザルもその仲間になります。でその類人猿に共通するのがもう一つあります。尻尾がないのとですね、水がとても苦手な性質、泳ぐことがないんで、ですのでこちらの展示場とても開放的ですよね。檻とか柵が一切ないですけれども、こうやって周りを水で囲うことによって、あの遠くに逃げてしまわないように作っております。で、あの一応ジャンプ力なんかも計算して作ってますので、こちら側には渡ってこれる。ちょっとバイバイしよう、ね、そうですね、比較的おとなしいから。で、今はこうやってあのみんな地面で寝転がってますけど、ちょっと休憩の時間みたいで寝転がってますけれども、基本的には木の上で生活する。あの野生のテナガザルなんかもうこうやって地面で降りることはまずありません。基本的に木の上で生活するんですけども、あの動物園で飼われてるテナガザルたちは天敵もいませんしね、あの安心して暮らしてますので、こうやって地面でもこうダラーンとのんびりくつろぐことが多いです。基本的には木の上で寝るときも基本的には木の上で寝見事にリラックスモードです。今ちょうどですね、こちらには5頭のテナガザルの姿が住んでいます。5頭を見つけられ
どさ、あそこ、あいつ、あいつ、足で木を握っとる。足で、あの、そうそう。あれ、あれ、どうやろ。今日本は冬ですけれども、うん、本来は暖かい国に住んでいるサル、ね、東南アジアに住んでいる、ただここにいる子たちは基本的に日本生まれ、日本育ちなので、比較的、まあ、今日は割と暖かいですね、うん、日本の気候にも含まれています。さあ、僕からの説明はこれくらいで以上にしたいと思いますが、質問とかありますか？寝るときはこちらの小屋の中で、これ怠け者じゃろ、怠けてますもん。はい、いいいい、ありがとうございます。季節的には今の季節が寒くないんですよ。本来の彼らからの生活から言うと寒いですよね。ただもう生まれも育ちも日本です。基本的に慣れてはただやっぱりもう特に夜が失礼しますね。